こんにちは。人間は誰でも年齢を重ねていくうちに自分なりの考えや習慣が出来上がっていきます。男性がおじさんと呼ばれる年齢になるときは、その考えや習慣はほぼ固定化されて、自分が意識して変えようとしない限り変わることはなかなかありません。それが男性としての魅力につながるものならばいいのですが、中には女性や周りの人に不快感を与える場合があります。これこそが世間で嫌われる親父臭さの正体です。親父臭さが感じられる男性は、当然のごとく女性の恋愛対象から外されます。これをひっくり返して考えると、親父臭さが感じられない男性は女性にとって魅力的に映ります。男性は恋愛対象の年齢をとても重視しますが、女性は男性ほど年齢を重視していません。皆さんの取り組み次第では、おじさんと呼ばれる年代になっても十分恋愛対象としてエントリーは可能です。そのためにやるべきことは、親父臭い行動とは何かを理解して、自分の行動からなくしていくことが重要です。今回は、やめるだけで怖いほどモテるようになる行動をご紹介します。日々の行動を見つめ直して、魅力あるおじさんへと変貌していきましょう。1、一方的に話すのをやめる。人は誰でも自分を認めてもらいたいという自己承認欲求を持っています。自己承認欲求とは、自分は誰かの役に立っている、自分は誰かから認められている存在であるという気持ちを、他人の言葉や行動で確認したいという気持ちです。人は自己承認欲求が強くなりすぎると、相手に認めてほしいという気持ちから一方的に話すようになります。また話している時に相手が黙って聞いていると、自分が認められていると感じて、ますます話が長くなります。しかし、話を聞いている方は必ずしも共感しているわけではありません。聞いている方の女性は、相手を怒らせると後々めんどくさいことになるので、黙っているだけかもしれないのです。そもそも女性は話を聞いてもらいたいという欲求が強く、自分が一方的な聞き役に回ると強いストレスを感じます。モテるための基本は、自分を認めてもらうことではなく、相手を認めてあげることです。質問されない限り、自分の話はしないくらいの気持ちで女性と接していきましょう。 2、 愚痴を言うのをやめる。人生山あり谷ありで、誰だって愚痴を言いたくなることはあります。愚痴を聞かされるのはあまり気分のいいことではありませんが、女性は愚痴に対して男性よりも寛容です。女性は愚痴を言いたくなる気持ちがよくわかるため、相手の話を聞いてあげようと考える人が多くいます。しかし、この聞いてもらう行動は恋愛にとってはマイナスに働きます。愚痴とは基本的にネガティブな話です。ネガティブな話に共感するということは、話す人の精神面が自分と同格だと無意識に見なしてしまいます。また聞いてあげるという考えに至っては、皆さんは格下と見なされる危険性もあります。女性は本能的に格上の男性に恋愛感情を抱きます。愚痴を話すことはいい友達になれたとしても、そこから先に発展するのは難しくなるでしょう。むしろ女性は不満を漏らさないで、仕事を頑張っている人を尊敬できる男性と考えます。尊敬は相手を格上と認識しますので、恋愛感情へとつながることが多くあります。モテたいのであれば、愚痴を言わないで一生懸命仕事に取り組んでいきましょう。 3. 見栄を張るのをやめる。人は自分をよく見せようとして、つい見栄を張ってしまいがちです。見栄を張るとは、上辺を飾るということで、内容が足りないのに上辺だけよく見せようという行為です。自分としては周りからの評価を上げたいのですが、実は自信のなさをさらけ出していることになります。女性は男性の自信のなさをとても敏感に感じ取ります。本当に自信がある男性は、周りから一時的な評価など得ようとは思わないので、見栄を張るようなことはしません。そういう男性こそが本当の強さを持っていることを、女性はしっかりと分かっているのです。見栄を張るのをやめるためには、自己肯定感を高めることが大切です。周りからの評価ではなく、自分に誇りを持てる生き方や行動を意識していきましょう。4. 知ったかぶりをやめる。会話していると、それ知ってると知ったかぶりしたがる人がよくいますよね。知ったかぶりする人は心に不安を抱えているケースが多くあります。
自分は優秀な人物だと思われたい、周りよりも劣っていると思われたくない、仲間外れになりたくない、マウントを取りたい、これらの不安な心理が実はよく知らないという事実を隠そうとして知ったかぶりな言動を取ってしまうのです。ここでも女性の優れた観察力は知ったかぶりする人の自信のなさを察知します。自分の不安を隠そうとするほど自分の弱さをさらけ出すことになっているのです。たとえ年齢を重ねようとも人は知らないことがあって当たり前です。知らないことは決して恥ずかしいことではなく、知ろうとしないことが恥ずかしいことなのです。それよく知らないんだけど、もっと詳しく教えてと素直に聞ける姿勢の方が魅力的な男性のあり方だと覚えておいてくださいね。5. 上から目線をやめる。上から目線とは、同等や格下の立場にある人が見下すような言い方や態度を取ることです。職務上必要な指示や命令を下すことは決して上から目線ではありません。問題なのはこの仕事へのスタンスを仕事以外のことに持ち込んでしまうことです。たとえ会社内であっても、プライベートな話題については職務上の立場は関係ありません。そこに社内の役職を持ち込んでしまうと、その会話は心理的には仕事と同じ扱いになってしまいます。会社で役職についている人はどうしても普段の接し方が身についているため、日常会話でも他人の話に口出ししたり、自分の考えしか認めない傾向があります。皆さんはフランクに会話しているつもりでも、相手は高圧的、態度が大きいというネガティブな印象を持ってしまう可能性があるんですね。上から目線の男性に対して女性は恋愛感情を持つことはありません。仕事とプライベートでは心理的なスタンスが変わることをしっかりと認識しておきましょう。6. 不潔でいることをやめる。皆さんは自分の見た目を気にしていますか？若い頃は気にしていたけど、今はもう年だしと諦めていませんか？人は周りから見られることを諦めると、自分の身なりを気にしなくなっていきます。身なりへの関心がなくなってくると、人は次第に自分の不潔さがわからなくなってきます。見た目が不潔なことは女性に限らず周りの人に不快感を与えています。本人が人目などどうでもいいと思っていても、不潔なことは周りへのマナー違反です。特に妊娠という役目を負う女性には、感染症などの危険から自分や子供を守るという本能があり、不潔な状態には強い拒否反応を示します。恋愛以前に社会で共同生活を営む者として、最低限の清潔さを保つことは意識してくださいね。 7. プレゼントすれば好かれるという考えをやめる。女性の気を引くためにプレゼントすることはよくありますよね。そこで勘違いしてはいけないのは、本当に喜ばれるプレゼントは物そのものではないということ。贈る側の気持ちが伝わることこそが一番のプレゼントなのです。確かに高価なプレゼントを贈られたら喜ぶ女性はいると思います。しかしそこに愛情を感じられなければ、満たされているのは女性の物欲だけ。心は満たされていません。女性が愛情を感じるプレゼントは必ずしも高価である必要はありません。それよりも会っていなくても自分のことを考えて時間や思いを費やしてくれたことに、女性は愛を感じるのです。その愛情と贈られたものが結びついた時に、彼女にとってはかけがえのない大切なプレゼントとなります。恋愛で大切なのはお互いの心がつながることです。心のつながらないプレゼントは物欲の対象でしかないことを覚えておいてください。今回は女性からモテるおじさんがしない行動を紹介しました。どの NG 行動も言われたら納得することばかりではないでしょうか。しかし一度身についてしまうと、気がつかないうちにやってしまうことがあると思います。習慣化してしまったことを直すためには、本人がかなり意識して行動を変える必要があります。行動を変えるのは大変ですが、決して不可能ではありません。多少難しい行動であっても、2ヶ月程度継続すれば新しい習慣として身につくという研究結果があります。諦めなければ年をとっても変われますし、変化できる男性は女性にとって魅力的な存在です。皆さんが魅力的な男性になれるよう、このチャンネルも応援していきますね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。